くねえなやっぱな、いつもここなんだよね、浄化槽のところ。今ね11時20分ですね、場所はですね、ここは身の戸口の八ヶ岳山荘の前ですね。この時点で非常に曇り空ではあるんですが、まあ、雨は降ってきていません。ただなんかいつ泣き出してもですね、おかしくないような感じですね。はい、じゃあここからですね、身の戸までだいたい1時間かな、林道歩きになります。おお、今12時27分ちょうどコースタイムぐらいで、身の戸山荘ですね。いやー、1年ぶり、ちょうど1年前の今日かな、その時は天気がねガチで良かったんだけど、去年はですね、まあ、高専に向かったんで北沢を歩いたんですが、今年は行者なんで南を行きます。急登はもうすでに終わってですね、このゆるい登りの沢をですね今登ってます。これが出てきたんで山小屋まであとちょっとですね。今日初めて雲の中から狩猟船がね姿を現しましたけど、また消えちゃった。明日がね、天気回復する見込みがないのを承知でこう来てるんですけど、まあ万が一ということがあるんで、まあとにかく行者に泊まってですね、家宝は寝て待てって言いますけど、まあ寝て待てっていうか、あのビールを飲んで待とうということになってますんで。はい、目の前がですね、行者小屋の、そっか、ここはトイレのとこだ。そうだね、そうそう、南沢だ、こっちに出んな。はい、着きました。おお、さすがに少ねえな。天気悪いし、テントは何張りか。じゃあ誰もさ、ここでビール飲んでないから飲みづれな。はい、行者小屋ですね。はい、行者小屋、行者小屋着きました。着きました。こんにちは。こんにちは。にって書いてあるとこ、あ、ここ、おー、おお、すげえ、かっちょええ、こたつあんじゃん。個室はここ初めてなんだけど、6畳ですかね、畳6枚分で、あそこに定員12名って書いてあるから、まあ、最大1畳に2人寝るんだろうね。うん、でこたつはねスイッチ入ってるんですよ。で中ね今あったかくなってる。
もう朝晩はですね、小屋の人の話によるともう一桁台だと、気温がね。で特に夜ですよね。おはようございます。今ね5時43分です。すごく部屋の中暗い感じがしますけど、そこまで暗くないですね。また雨コンコン降ってますね。昨日はなんとか一日持ったんだけど、今日は朝から結構な降りになってます。ちょっとね、八ヶ岳の資料線の方も見えない、こっからあんまりよく見えないんだけど、もともと飯食ったらですね、どっち方向に行くか、考えようと思います。ただちょっとねこの天気だから雲の上に行こうとはちょっと現状思ってないですね。味噌汁めちゃくちゃいい匂い、このネギの匂いがね。見た通りですね、かなり降ってますね。で元々の計画はね、ここから文三郎尾根を登ってですね、赤岳から横岳伊予と、で根石岳の方に縦走していく予定だったんですけど、ちょっとあんま条件が良くないんで、赤岳高専の方にですね、ここから、30分ぐらいですけど行って、そこからですね硫黄に登って、状況を見てですね、また降りてくるか、それとも縦走を続けるか、ちょっと判断したいと思います。とりあえず赤岳高専の方にですね向かっていきたいと思います。はい、中山の腰ですね。なんか朝からね食いすぎちゃった美味しかった。行きましょう。1年ぶりだから、7時14分、高専に着きました。すごいね。雨の日はだいたいこうだけど、湿度がすごいね。ここから硫黄に向かってきます。
うわー、でも雨強い。硫黄に向かってるんですけど、やっと初めて、可愛いお姉さんとすれ違いましてですね、どうですかって聞いたら、あ、もちろん真っ白ですよっていうことで、まあ、安心して行こうと思います。今9時半ぐらいですね。もうすぐ赤岩の頭という感じなんですが、あ、とにかくね、真っ白。いや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 、今日はね、何としてでも硫黄だけはやって、まあその後ね、どうでもいいや。それは一個頑張ろう。わあ、硫黄だよ。っはい、はい、赤い岩の頭つきました。よいしょ。わー、うっすらとですね、硫黄方面が映ってますね。爆裂火口はこの向こうですけど、こっから硫黄を目指していきたいと思います。いや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 、これね、晴れてりゃいいんだけどね。これ一休みしよう。風が冷てえ。
山頂ですね。広いね。ええ、ちょっと斜めてっけど、サッカーできるぐらいの広さはあるね。ケルンがね、一応順番通り並んでるんでね。はい、2760硫黄の山頂です。おめでとう。雨の中頑張った。まあ予定では夏沢峠抜けて降りてくんですけど、すんげえ雨なんだよね。53歳の誕生日を、まあ本当はね、赤岳向こうから来て横岳越えて硫黄で迎えるという話で来たんですけど、まあそっちルートはやめてね、赤岳高専から硫黄に直接来たんですけど、本当はね、天気が少しでも良ければ、このまま根石の方に縦走してですね、黒百合ヒットまで行こうと思ったんですが、まあちょっと気温も低いし、まあどうしてね、まあ、この風なんで、まあミッションはインコンプリートしたということで、ここから、赤岳高専の方にですね、再び降りようと思います。じゃあ気をつけて。あ、結局何も見えなかったね。登った山しか見えないという。いえ、はい、12時7分ちょうど1時間半だね。あ、今日はカレーやってますか。やってますよ。でも、はい、よかった。死にそう。ジャワカレー。これインド。12時29分赤岳高専を出てですね、だからこっちから北沢ですね、美濃と口まで戻っていこうと思います。あ、今日はずいぶん歩いたなね。着いた。帰りは早いな。はい、2時53分、美濃戸口です。いやー、朝から濃かった。うん、内容が。というか、歩きすぎて足痛い。お疲れ様でした。